ちゃん、あっちゃんです。今日ね、お昼ちょっとロケ行っててね、帰ってきて晩ご飯作んねんけどもね、さあロケの後は手を抜かずに頑張って作ります。それがあっちゃんのね、最近の自分に課したノルマです。はい、ということでね、何作ろうかな。鶏肉やねんけど、また変わったものを作りたいっていうのがあっちゃんの考え方なんでね、なんか変わったものを作りましょう。はい、鶏肉をね、炒めようかなと思うねんけど、まず鶏肉をね、ボウルに切ってね、ボウルにちょっと入れましょうか。ちょっと待ってよ、さっきね、敷物食べてたんですよ。まずキャベツをね、キャベツをね、さっと敷くので、切っていきます。美味しいね。ね。濃いね。キャベツ。ちょっと多かったかな。前は。ざーっとね敷きます。でここにね、マヨネーズのマヨ。これで準備完了です。で、和歌山みかん鶏、これをね、全部でね、これだいぶ3枚買ったんやけど、和歌山みかん鶏が、ちょっと待ってね、235、222、207、650ぐらいあったらね、子供喜ぶでしょう。はい、これをね、まず、お、ご飯が炊けた。パッケージはね、どうしてもね、ドリップちゃんが出るのよ。ドリップが出るからね、ほら、ビチャッと出てしまう。なんでか知らんけどね、こういうパッケージングとか、あれに入れてるとね、発泡スチロールとかに入ってると、どうしてもね、ドリップが出やすいんで、結構出てるでしょ。でね、紙の、なんていうの、無駄見てみよう。昔ながらのお肉屋さんの紙パックみたいな、あれに入れてるとね、そのドリップ出えへんよね。なんでやろね。よし、これで切っていきましょう。結構ドリップをね、臭くはないな。臭く
はね、なんなのドリップでのね、ドリップでるとね、あんまり美味しくなくなるのね。でも臭くはないから大丈夫だもん、分からへんね、それも。まあ食べやすい大きさにします。要はね、炒めるんでね、ちょっと今回これぐらいかな、ちょっとでかいかな。あんまり大きいとね、熱が入ってへんで、いいから、ちょっとね、ちょっとボウルに入れておきます。こんな感じね。こんな感じ。ちょっとこれを。さっきの全部入れたかな。忘れてた。まあいいや。ここにね、塩ね、まずね、岩塩を軽く、ね、アグニの塩でしょ、今回。アグニを小さじ1。これね、さっさっさーと混ぜていきます。炒めていきます。はい、ね、だしパックと塩とにがりをちょっと入れて、で、ここにね、鶏肉ね、ドバッと入れます。鶏肉をね、適当に並べて、平坦にね、並べていきます。で、強火で炒めておきます。その間にちょっと、ちりこそろとしました。
の隙間が。ああ、前もって、まあ。こんな感じ。で、ここを味変します。ここにね、ちょっと味変してみて、で、この隙間の間に、このトマトジュース。でここに大変とかこれで卵鶏肉のチーズ。これをね、全部混ぜて。ちょっと味濃いかな。まあ、匂いがね、ちょっと濃いかなって味したけど、このトリュフがね、粉チーズのトリュフ入ってるから、ちょっとそう感じになるのかね。まとまらんでしょ、これは。まとまらんでいいね。どっちかやったら、鶏に絡んでくれたらそれでいいのよ。OK。これで、こっち半分にこれを落としていきます。いい感じ、いい感じ。どれ？あ、おいしい。濃くないと、いい味、うん。完成です。わかめのね、酢の物。わかめの酢の物を出します。ね、ちょっとね、わかめの酢の物がね、かなり味入って美味しくはなってるんだけど、めっちゃすっごい美味しい。これがね、明日の晩もしかしたら使えへんかもかな。明日土曜日でしょ。もしかしたら出かけるかもわからんから。使っちゃいましょう。使うって、酢の物にしといたら持つんで。これをね、こんな入れきます。ね、空気を抜いて、冷蔵庫に直したらね、酢の物ちょっと増えるんでね。これやっと明後日とかでも食べられるし、明後日行けることはないけどね、冷蔵庫でも。さっきもね。で、鰹節をね、パッと。
ゃ、完成。これこれ、混ぜましょう。よし、きゅうりこのね、浅くはないけどね、ちょっと数日経ったきゅうりと紅大根と茄子を半分でいいか、紅大根も半分でいいかな。ちょっとね、べっちゃりしてるね、やっぱりね。水消すからね。これちょっと様子見ましょう。でもこういうべっちゃりした方がね、乳酸菌が増えるのね。で、美味しいの、美味しくなるからね。うん、美味しい。あっちゃんね、漬物酸っぱいのが好きだけど、なかなか乳酸菌発酵せえへんかって、酸っぱくが出へんね。特にこのシーズン。だから、今は大丈夫。今日ちょっとね、ここ数日あったかいでしょ。これで発酵がちょっと施されたみたいで、乳酸菌ちょっと強くなってきてるんだよ。だから、ちょうどええ具合。まだ酸っぱすぎてまうと、このまた鶏がしつかへんねん。それこいとうんこ臭くなるから、ここになる前、うんこ臭がかなりひどくなる前にね、止まったらちょうどベストだからね。お、きゅうりはちょうど、ナスもベストタイミングやね。うん、大根、今日の漬物最高やわ。これめちゃくちゃいい。今一番ええんちゃうかな、俺。あっちゃんの好きな漬かる具合。これ食べましょう。